クジラヒゲクジラヒゲはの拡大図。上部は板状で規則正しく等間隔に並んでいる。間隔は1センチメートルほどとなっている。下部が繊維のように細かくなっている。コク,クジラが口を開けている。ヨースクジラヒゲとは、ヒゲクジラアモクの動物の上額部に見られる。繊維が板状となった器官である。ヒゲ板とも言う。高校内の皮膚が ヒゲクジラ類で独自に変化したもので、ヒゲやけとは由来が異なる。露化接触のためのフィルターとしての役割を持つ。弾力性などに優れることから、プラスチックなどの普及以前には、各種工業素材に利用され、捕鯨の重要な目的にもなった。ヒゲクジラ類の上顎のうち、口外部の皮膚が変化した器官である。ヒゲクジラ類は、露化接触を行う生物であり、クジラヒゲは、 その際に用いるフィルターとして発達した。蘇生は皮膚の角質組織と同じケラチンからなる。上顎の左右に列をなし、それぞれ最大で300枚程度が生える。一枚のクジラヒゲは細長い三角形の板状の器官である。長辺の内一方に多数の毛が生えたようになっているが、これはクジラヒゲの板状の組織の内部を構成する繊維が、 先端の摩滅に伴って飛び出してくることで形成される。この繊維が互いに重なり合い、餌をこし取る、あるいは振るい分けるフィルターとして機能する。爪などと同じく一生身長が続き、先端部の摩滅を補う。成長に伴い、板の部分の表面に一年ごとにシワが生じるので、クジラの年齢調査にも用いることができる。ただし、クジラヒゲの先端が、 徐々に欠けてしまうため、若いクジラにしか有効でない。なお、中世のヨーロッパでは、ヒゲクジラが口を大きく開くと、クジラヒゲが邪魔をして口を閉じることができなくなり、死んでしまうと考えられていた。すべてのヒゲクジラアモクに備わった器官であるが、種類によって餌生物が異なるのに合わせて、クジラヒゲの形状も異なっている。カエア種類のような小型のプランクトンを食べることが多い。 セミクジラ科のセミクジラや北極クジラは2メートルを超える最も長いクジラヒゲを持つ。繊維は非常に細い。これに対してプランクトンでもネクトンに近い性質のオキアミや稀に小魚を食べるナガスクジラ科のシロナガスクジラなどではクジラヒゲはあまり長くなく繊維は太い傾向がある。特にサンマなどの比較的大型の魚まで食べるニタリクジラや ミンククジラなどは繊維が太く丈夫である。横エビやナマコヤカニなどのベントスを捕食するコククジラ科ではクジラヒゲは短く硬い。クジラヒゲによる具体的な接触方法は大別すると腰取り型と飲み込み型に分けられる。腰取り型は口を開けたまま獲物の群集した海域を泳ぎ口の前面から入ってくる海水から餌生物を 連続的に腰取る方法である。長いクジラヒゲを持つセミクジラなどが行う。流すクジラ科でも比較的長いクジラヒゲを持つイワシクジラはこの方法も併用すると考えられる。飲み込み型は主に流すクジラ科が行い、口を大きく開けて獲物の群れに向かって突進し、大量の海水ごと高校内に含む。そして校内に含んだ海水をクジラヒゲの隙間から吐き出し、 獲物だけをクジラヒゲで口中に残す方法である。ザトウクジラが行う集団で小魚を囲んで水面に追い込み、一斉にジャンプするように飲み込むバブルネットフィーディングは有名である。ベントスを食べるコククジラは特殊で海底の砂でを口の側面から海水ごと吸い込み、クジラヒゲでふるいにかけるように越して残った餌生物を食べる。 加工しやすい程度の硬さで、引っ張り強度があり、軽く、弾力性があるなどの優れた性質があるため、塩梅板とも呼ばれ、古くから様々な製品の素材に用いられてきた。古い例としては、小僧院にクジラヒゲ製の匂いが宝物として収められている。特にセミクジラ科のものは、長くて非常に柔軟かつ弾力があることから重宝され、結果として、 セミクジラかの乱獲の一員ともなった。その後、弾力のある金属線やプラスチックが普及したため、現在では工芸的な用途を除いては、需要はほとんどない。なお、特殊な用途として、日本では食用にも用いられた例がある。若いセミクジラのものを食用にしたほか、太平洋戦争中に大洋醤油の原料として用いられた。ありがとうございます。